はい、売れないくんの素朴な疑問。月も改まりまして、4月1日となりました。はい、はい、そこで売らないくんの素朴な疑問、はい、こちらはね、本日4月1日で、はい、まあ実際のね、今現在本当の日にちは3月の今日何時でしたっけ、29ですね、9ですね、ですけど、まあこの日に、まあね、今なんていうか、まあ、何時にこれをご覧になってるか分かりませんけども新元号が、そう、あの4月1日の、確か11時半発表とかっていう予定になってたと思うんですけれども、新元号が発表されますと、まあされる、された、はい、なんですけど、ここでね、あの先生にね、あのお聞きしたいんですけども、元号が変わると、うん、もう全体的にね、こう占い的に何か変わるのかと、うん、いうことに関してちょっとお聞きしたいなと思うんですよね。はい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 、でも大きいことじゃないですか、この元号。だって平成生まれの方は初めてその自分のね、人生の中で元号が変わるっていうのを立ち会えるというか、初体験なわけですからね。いいこと言うね、長谷川さんね。いやいや、僕思ったんですよ。そういえばそうだ、昭和生まれにとっては2度目の改元だもんね。僕とかはまあ2度目ですけど、それでも高校の時だったんですね。だったので30年前か。そうだよ、もう30年前なんだもんね。でね、まあ、占い的見地から言えばですね、元号というものは、うん、あのまずはね、その使われてる文字とかの組み合わせによってその時代の運気を見るっていう方法はあるんですよ。昭和だからこうだとか平成だからこうだみたいなのがあるので、その新元号に使われる漢字などによって新しい時代を予測するっていうのはあるわけですね。要するに、まあ、名前がだから時代をこうある程度表してるっていう考え方はもちろんあります。それからあと数字で、ほら名数占いとかやってる時もね、月日使ってってやってるわけですけども、ああいう数の系統の占いの中には西暦ではなくて元号でやるタイプのものもあるんですよ。はいはいはい、ほら例えばお札でほら自分の生年月日のね、何年何月何日がそのお札の6桁の番号にこう入ってると、それはその人にとってラッキーなお札になるよみたいな考え方があるんですけども、うん、その時って上2桁をその生まれ年に取るんですけど、うん、だから2桁だからそれは西暦ではなくて元号でやるんですよ。だから今年もですね、その開元までに生まれた人は平成31年だよってことになるから、31で始まるお札がその子にとってラッキーだよってなるけれども、開元後に生まれた子供は同じ年に生まれてても01の元年のになるっていう結構大きな変化ですよね。31が01になっちゃう、そのようにですね、数系の占いでは特にその元号を使うタイプのものでは、そういう影響はもちろん出ると思います。ほう、それ以外ではですね、あんまりもう周期的に回ってるような曜日とかね、まあそう、曜日で例えるのが多分占いやらない方にも分かりやすいと思うんだけど、別に改元されたからといってある日プツンとその曜日が切れるわけではないので、いわゆる十巻とか十二支とかっていうものは改元するしないに関わらずぐるぐる回ってますから、そこはもうほとんど変化受けないんですよ。だからそういう数を使うタイプの占いと文字を使うタイプの占いはやっぱり、そこからいろんなものを読み取ろうとするでしょうと。多少というか、まあ、変わりというか、単純に日付が1日ずれたぐらいの意味はあると思ってください。これね、お生まれになるお子さんが平成生まれか次のね、元号かっていうのもまああるわけですから、結構境目というか、ありますね。これもだから特に別にその何ていうんですかね、元号変わった時の方がいいとかってそういうわけでもないと。小学校の時にいじめられるかどうかの話だと、やいやい平成生まれとか言われてるかなっていうところぐらいではあってね。ああ、なるほどね。はい。そうですね。前のね、昭和平成のあたりっていうのは、実は年末近くとか、正月早々とか、ダブってる期間が1週間ぐらいしかなくて、はい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 、今回みたいに割とこう半端な真ん中になるっていうのはかなり珍しいケースなんですよね。あ、そうなんですか。今までも結構そうだったんですかね。いやだってほら、平成の最後、昭和の最後って1週間しかなかったんですよ。あれですよね、ちょうど年変わった時ですよね。そう、7日間でしょ。覚えてます、覚えてます。で、あとね、昭和の始まり意外に知られてないけど、昭和元年も1週間しかないんです、年末ギリギリになって、大正天皇崩御で、昭和で合ってるから、昭和って最初と最後がそれぞれ1週間しかないんです。これもまあなんか珍しいという、面白いでしょ。元年も1週間、64年も1週間なんです。で、今回みたいに年の真ん中ぐらいで切り替わるっていうのはかなりレアなケースなので、珍しいことになるなと思いますね。なるほどね。はい、まあ、ありがとうございます。ということでございます。はい、ありがとうございました。
見てください。